与一は明治維新以来ですから今から140何年前以来ですね、北海道民の摂取する果物を供給する唯一の基地としてその存在感を強めてきて、万葉ぶどうの気象条件が合ってたために、今この町には40軒を超すワインぶどうだけを作ってる農家が出始めました。結構稼いでますね。だから農業という一つの産業で捉えた場合には、余市は非常に向いてるところだと。今世界が同時に、グローバリズムの、影響はワイン作りにも入ってきましたから、同時に競争してると思った方がいいんで、ですからどこのワインよりここのワインが美味しいとか美味しくないとかって、そういう議論はもう完全に良しにして、ここ独自の面白い味、ここで一生懸命作ったブドウからできるワインを丁寧に熟成させて飲んでください、こういうワインが他にないわけだから、これはでも古代からのワイン作りでどこででも言われたことで、やっとこそはここに戻るのかなと。温暖化の場合には、かつて北海道で栽培が不可能だったフランス系の品種、イタリアの品種はまだ無理なんですが、かつて北海道は寒さゆえにドイツの耐寒性の強い品種オンリーだったんですが、わずか 1. 何度平均気温が上がることによって、フランス産のワイン用ブドウの品種の栽培が可能になったこと、このブドウは長期熟成してさらに付加価値を高めることができる可能性を持っているワインということで、意味があると思います。これがプラスですね。マイナスはこのまままた温暖化していったら次どうなるんだろうっていうのがあると思いますね。まだ大きな台風と梅雨は北海道に来てないけど、単純計算であと何十年したら北海道も全部亜熱帯圏に含まれるかなと。このブドウは非常に繊細な味わいを持ってますから、日本人は非常にこの細かい味にこだわる、そういう人が多いんで、並外れて日本では有名な品種になって、まるっきりこのブドウをもてはやさない国もあるくらいです。このザムトロートという、ドイツ名がザムトロートというピノノワはですね、実は寒い気候でも結構育ちます。ただこの温暖化で味がかなり良くなってます。植えてこれ7年も経ってます。これから作ったワインは美味しいけど、一昨年の実から作ったワインはあの程度かなっていう具合に、最初の10年20年は年々味が進化してきますので、結構やってて楽しいですね。流れとしてヨーロッパを手本にとるなら、北フランスの品種をやって、難しいようなら中フランスの品種、それで難しいようなら南フランスの品種、それで、難しいというのはより温暖化した場合、じゃあ次スペインの品種、それからイタリア中部かシチリアの品種という具合に、4段階5段階で逃げることはできるんですね。30年50年の単位で。よくこの世界で言われる言葉で、いいブドウからまずいワイン作るのは簡単だと。でもまずいブドウからいいワインは絶対に作れないと。ですから仕事の9割方はブドウを健全にいい形で育てようとしてるんだけど、そこに時々気候の妨害が入るとか、ちょっとした気候の後押しが入る。